はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はデッキ相談という形で一応初心者の館枠で、やらせていただきます。で、まあ一応ね、こういう感じで、手札を持っているんですけれどもと、いうことで、まあ、ざっとね見てみたところヤシの方が作りやすいかなというのが印象としてありますので、今回はエビルの野手でやらせていただきます。で、ポイントとしてはやっぱりね SR の角ちゃんがいるので、まあ、まず角で入れて、てか俺あの SR の角ちゃんぶっ込んだんで PSR しか持ってないんですけど、まあ、やっぱりねちょっと全く同じっていうのはさすがに再現できないので、まあ、そこは申し訳ないんですけれども、角ちゃん入れて、まずミートの上限をアップさせていきます。とあとやっぱりねエビル特攻キャラは欲しいのでレイリーをお借りしてます。でレイリーをお借りして、独身術もゲットしていくというところと、あとねやっぱねスナイパーだね、スナイパーがやっぱり不足してるんで、PR の、まともを持っているみたいなんですけれども、俺 PR のまとも持ってなかったんで、そこは今回 R のまともで、やらせていただきます。でやっぱりねスナイパーなしっていうのはちょっと現実的ではないので、ここは、スナイパーのまともを入れることを、推奨します。とあとは、まあ、練習場所ですね、精神雷で、ただ雷に関してはちょっと金徳かぶりを起こしているので、通常の野手で来るときには滅多打ちがかぶります。でただ、キャッチャーを作る際には滅多打ちが司令塔に切り替わるので、キャッチャーを作る際には金徳かぶりも起こさず、進めていけるのでかなりいいと思います。であとは二刀流ルナちゃんと赤花ですね。で今回ちょっとねここら辺の2枠を悩んだんですけれども、この今の編成だと守備練習がいないんですね。で守備練習が取れないんですけれども、であと手札的に、東雲くんを持っているようなので、東雲くんを入れると守備練習と肩練習がカバーできるので、一応全種類、まあ、全種類を絶対取んなきゃいけないってわけではないんですけど、まあ、練習場所は多い方が、まあ、金徳を取りやすくなるというのがありますの で、 でただ東雲くんってガードなんで、やっぱねバウンサーは2枚入れたいんですよね。あのミート上限アップさせる関係で技術をすげえ使うんで、バウンサー1枚はちょっと厳しいかなと、思いまして、技術点を稼げる、赤原入れてます。赤原ミート骨も持ってるんで、まあ、うまくいけばねかなり技術点は、軽減できるんで、まあ、ちょっとここの赤原枠を、まあ、作りたい選手によってはもしかしたら東雲くんにしてもいいかもしれないです。まあ、ただ赤原の方がいいと思います。バウンサー1枚はちょっと厳しいと思うんで、まあ、一応そんなところで、今回、やっていきたいと思います。結構なんかいいデッキだと思うよ。で最初のね、1ターン目は、まあ、やっぱり評価上げになるんですけど、ここはこっちでいいでしょう。てかまともの R ってどういうイベントだったっけ、もう忘れちゃった。あごめん、あともう一つちょっと一つね、ちょっと欠点というか、まあ、これはしょうがないんですけど、前入れが多いんですよね。その手札的にも前入れが多いんで、ちょっとね完走できるかどうかっていうところが不安。まともと角ちゃんが、あ違うまともと雷、ごめんなさい、まともと雷が後入れで、他の、4人が、前入れなんで、前4で、前4でさらに角ちゃんなので、クリスマスまでに彼女にできるかっていうところも一つ懸念点があるのと、最悪角ちゃんの福井部は切っちゃうのもありだと思います。多分切った方がいいです、乾燥させたいなら。で例によって最初黒金、ここ3人いてなかなか美味しいんですけど、黒金でしょう。最初評価は評価、やっぱり前4っていう関係上、角ちゃんの告白までのね、評価を早めに本当に上げておきたい。で 11% か、いいんじゃねえやっちゃって、ちょっとあまり強行するところではないけど、角ちゃんがね結局回復してくれるんですよね。じゃそれを信じて、きた。であとねその SR の角ちゃんがね何レベルなのかによってちょっとアイテムの持ち込みを変えた方がいいかもしれないです。まず招き猫はあの
前4っていう段階でもう必須になると思います。でもう一つを要はお守りにするかどうか、 SR35 だとちょっとお守りないときついと思うんで、 SR35 の場合はお守りを持っていくことを推奨します。で自分はちょっと申し訳ないけど PSR になってるんで、まあ、初期評価がねちょっと高いんでお守りなしでやっていきます。でここはちょっと体力的に厳しいんでもうメンタルに走ります。で友沢はねコツがいいですよね。アベレージヒッターとパワーヒッターになるんで、あれまともになるともう一個あるんだっけ。あで雷、これはね体力減ってるときは真ん中、これでかなり体力回復できるん で赤原も体力回復イベントが多いんでおすすめです。まあ、最初のね、なんだっけ初心者のやつバージョン2で赤原入れてますけど、赤原は本当にいいと思う。ねごめん何見ようと思ったのかっていうと、これあパワーヒトアベレージヒッターだけだよね。ポーカーフェイスとかは投手だから関係ないんで。で僕黒金をロックしちゃいましょう。一応他も見るけど黒金だね。10月前にはちょっと黒金回収したい気がする。でここは一番上にして精神をゲットしていきます。じゃあ誰もいねで、ダンジョンがロックできるんでちょっとダンジョンロックしていきましょう。もう序盤はねやっぱロックを優先させた方がいいと思うんですよね、わざと。これどういうイベントだっけ。で肩なくなっちゃいましたけど、こういう時はここでいいでしょう。筋力はやっぱりねちょっと不足しそうなんで、やっぱり1枚しか入ってないものは300点ゲットしていきたいですね。これ何どっちがいいんだ、真似してみよう。体力減った、粘り打ちか微妙だな。でここは下にしておこう。上にするとね、まあ、一応評価減っちゃうからね、まあ、精神も結構使うんで。でここどうする、結局もうあれか10月突入しちゃってるか。で品すればどうする、これも回復でいきましょう。これは一番下夕食。いいね、回復量がやっぱいいよね。で孤立化協調化、まあ12月前に起きた時は基本的にチームメイト評価を上げていく方向でいいと思います、ね、一番上で。ここで黒金がゲットできるのでダンジョンもロックしたいけど、ちょっと先に黒金をゲットしちゃいましょう。ここはで角ちゃんって1回練習したっけ。1回も練習してないよね。1回も練習してないけど、その場合ってどうなの、乗るの。あ乗ってるわ、まあ、PSR だからね。でここはダンジョンロックできます。で体力は減ってきたんで、次の練習はまあ一応精神を見つつ、でここは切り裂きにして固めを取ります。あここ赤原回復しましょう。真ん中にするとやる気は減るけど体力は回復すると。で精神も結構くれる。で走塁がタッグが組めるけど特にどうしようか。ここはじゃあロックを優先でいきますか。で角ちゃんは多少一緒に練習しておかないと評価乗らなそうだよね。でここはなだめるにして精神ポイントをゲットする。打撃か結構悪くないな。ここもいいけど回復したいよね。これうまくいけば今ラブパワーなんで回復ができる。でレイリーって今評価どうなってるの、一応タックが来るかもしれないのか。守備はねそもそもないんで回収しちゃっていいと思うんだけど、ちょっと回復したい。まあまだね11月なんでいいでしょう。で角ちゃんラブパワーよし、ありがとうございます。ゲー危ねえ。でレイリーの金徳が1回走り出したので、で
てちょっと打撃ロックしておこう。一応結構角ちゃんと練習できるな。ただ11月、赤原か。まあね、体力をね保っておくと、まあ、こういうちょっともったいないことは頻繁に起こるんですけど、まあ、それはしょうがない。もう本当にこれはもう自然消滅を狙おう。でメカニクスロックしておきます。やっぱりバンサ2枚あるとはいえ技術は本当に使うんで、これどうする、磨いとく、経験点狙い。で、プレイマス3人ロックできるな。ここ89回収できるけど、ちょっとこれ3人ロックしとく。美味しい。で雷のイベント、一番最初はね勝手に進んでいくんで、げやる気が、やる気がなさすぎる。赤原これやる気上がるの、上がった。でダンジョンはとりあえずゲットですと。げ人がいないからフィニッシュが決められない。でメンタルは大変楽か、回収できそうだからちょっと回収しとく。一応精神もね雷がいるんで。で2回目、ここは下にして進めていきます。一応体力が減ってれば体力回復もあります。でこれも調子安定取りましょう。下ヤビ君の評価が下がるけど、うわ毎回言うけど関係ないそんなものは。で筋力タックフィニッシュを狙っていきます。でいいよね、うんそうだな、はい。で1箇所走塁、本塁生還、足系だな。レンジャーはね2枚入れてるからね。あ来た告白来た、ギリギリ来たな。ミート上げとけばよかった。でじゃあちょっと上げていきますか。どこまでいける、 A にはしておきたい、できない、一応 B にしとこう。じゃあでここからどうする、タックフィニッシュ見たいは見たいよね。ソウルセメタリーのこれ使うでしょ。で角ちゃんはねデート初回とかマジで微妙すぎるんで、まあ、早めに初回は終わらせておきたい。これどうする、これ火をつけよう。あのもうデート中心に行くんで経験点をゲットしていきます。結構経験点高かったね、イベント経験点発生してるから。でここは食べさせてあげよう、可愛い子だから、それ大事。で一応タックフィニッシュできるかだけは見ておく。ね1回分だけ、空デートがなければね、空デートがなければ1回分だけ余裕があるんで。ただ角ちゃんはカラデートがある人なんでちょっと怖いは怖い。で後になればなるほど経験点が上がっていくタイプなんで、ここは買う。エピローグの上り調子を取りに行きます。で上り竜取れるかって言ったらかなり厳しいと思うんで、まあ、上り竜はねもうよっぽどうまくやんないと取れないんで。でもう一回渡す、大吉よし、かなり経験点はでかい。ちょっと技術を使ってミート上げていきます。でパワーもまあ D くらいにはできるかな。で敏捷も D にして、肩とかはいいかな。でこれも E にしておきましょう、まあ、一旦こんな感じで能力を揃えておく。いや別にいいんだけど。できた、これやろう、でかい、かなりでかいからやります。タックフィニッシュ、これはだってタックフィニッシュやった方が全然経験点高いでしょ。でここら辺のね謎イベントもまあそれなりに20-20だから、うーここは取れないね、さすがに。これ取れたらやっちゃおう、走塁。でそれまではデートだね。
で4回目と5回目がそれなりに経験点もらえるのかな。で雷 OK、まあ、とりあえずこれで、てかすげえもらえるな。これイベント経験点ボーナスってすごいよね。でルナちゃん進めていきましょう。二刀流敏将56か。で太平楽一応ゲットした。3人いる、3人いるとね経験点かなりもらえるからね。まあ美味しいは美味しいんだけど、まあデートでいいでしょう。でここは4種類もらえるのかな経験点的に。うんもらえるね。でそもそもタックがないんでもうデート終わらせちゃいます。で最後はね結構評価上がるんで、でここの選択肢はもう下ですね、上にする必要はもう全くないんで、よし OK。 とりあえずカラデートなかった。カラデートあったらもう最後終わってたね。筋力春明はロックしておきましょう。これは春明も欲しいんで。あルナちゃんムードがあったんだ、忘れてた。危ない危ない。でバレンタイン、これデート終わらせてると何かあるとかある？なんもない。いつもと変わんない。あこれいける？あいけるね。その前に肩と守備と補給で、ちょっとここからどんどん練習していきたいんで大変なことも使っちゃおう。でプレイマッスル、いやー3人2人でこれだからね、人数溜まってればもっとかなり取れたと思うんだけど。でスイープ、スイープもビーショポイント使うからね。であとはやっぱりロックをしておきたいメカ、精神はまだ取ってないんで一応精神はロックしておきましょう。でレディ2回目、ちょっと上げられるミート S まで余裕だな。てかこれもう S1 まで、ちょっと S1 で止めておきます。あれどうなってる、あれ弾道3になってんね。でそうだね、ちょっとここもロックしておこう。取ってはいるけど回数もねこなしたいんで。でルナちゃんの2回目、ここはねちょっと体力が減ってしまうんですけど、まあ、その代わり体力最大値も増える。でメンタルいける？おいいね、やろう。 OK です。であと肩まともか、あタイエース手に入れた、やったルナちゃんの骸骨で。これどうしよう、もう下でいいでしょ。序盤に起こった時は上でチームメイト評価上げるっていうのもありだけど、まともくんと、あ来てるは来てるけどちょっとロックしてなかったね。ロックしておくか、一応来た時のために。でブレインマッスルはこれ取れるよね。あとシラスか、シラス全然ロックしてない気がするんだけど、ちょっとこれ気をつけてやっていこう。シラス、シラスいないいねえじゃねえかよ。これやっとく。で二刀流撃て、撃てじゃなかったこれ、二刀流だからあっちだ、よしオッケーみたいなこと言ってくるやつだ。あーここもまあなくなっちゃうけどメカを固めておきましょう。シラス、シラス、シラスがいない。ちょっとこれ余ってるから使います。でちょっと経験点回収していきますか。でプレインマッスルをゲット、一応 SG もゲットしたな。メカ暁台、これでね守備連もタックフィニッシュが取れる編成だとちょっと楽になるんですよね。守備がロックできるんで暁でロックしとこう。肩
てくれ友沢。ちょっとラブパワー、これは体力が減る。どうだこの体力量。んー春へしらすきついな、しらすがきつい。こっちで回復しよう。しらす3ロックできたとしても2ヶ月でしょ残り。あ上にしちゃった、まあいいや。で能力をまた揃えていきます。一回オール C くらいはやっぱり欲しいよね。能力はガイアだし、これ独身術が本当に厳しいな。独身術ただの成功だと140使うんですよね精神を。で前回やったはるかちゃんの場合は結構ね独身術の成功率は高くて体感的にね 70% くらいでね3を取れるんですよ。でそうするとねかなり経験点が軽減できるんで、これいく？いったな。このナックルはどうだ？出るか。これストレートでしょ、まあ、試合に出たからにはちゃんと経験点を稼いでいこう。試合にも勝ってホームランも打って。この試合ってスカウトさん見に来てんの？あ見に来てるよね、評価上がってるもんね。そういえば同江君相手にホームラン何本打った？4本みたいな。それでも評価20しか上がんないからね。いやまあマックスなんだけど、なんかもっと上がっても良さそうだよね。でメカを手に入れて、ここはしらすだね。じゃあ一応ラブパワーが発動してるんで体力の減りが少ないのは助かる。でここは下にして、ま、追い打ちを取ってった方が経験点的に軽いんでそっちの方がいいと思います。ささやき破りはねちょっと精神力をむちゃくちゃ使うんで、ここ回収はできんのか。ここも体力がな、ロックしたいよね。これロックしたいけど、いやロック試合経験点欲しい。あとしらすがねいけるかどうかちょっと厳しそうだよな。なんかこれ周辺も取れない可能性があるんだ。なんか2頭追うものはみたいなあれになりそう。これちょっとやっとくか。あーしらすロックして、マジロックして。これちょっと待って、これ使うでしょ。これどうする、これ超美味しいよね。赤原のコツもあるし超美味しいけど、ちょっとしらすどうだ。なんかあこれがあるやろう。でここはこの時のために SG がある、なんか知んないけど SG がある。よしこれでタックフィニッシュ OK。 まとも働いてくれたな。でめった打ち、まあめった打ちはね持ってるっちゃ持ってるけど、これえこれ前夢でしょ。デイリー終わってないよね。諦めよう、さよなら、もういらない、君はいらないよ。でこれちょっと2人いるんで先に回収をしておく。でそこから肩また来てるし、でねもう本当にね回収できるときに回収する、それが重要。もう6月に入っちゃってるんで、でしらすもゲット。であと打ってくれれば全く問題ない。 OK で3-1か、まあそうだよね、それはしょうがない。臨床ポイントすげえやんな。ちょっと金徳を揃えにいきます。まず挑発取ります。でスイープも重っ取ります。で独身術精神140使います。であとはムード取っとこう。タイエース
で、エースキラー。タイエースさえ取れば、エースキラーは結構軽いね。っていうか、3だからか。取ります。逆境も4だから取ります。満塁男取ります。意外性取ります。まあ、めった打ち取れないけど、ポイントは全然いっぱいあるんで、精神使います。まあ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 、悪くないかな。で、ここも、春英取ります。で、回復します、ちょっと。で、あと1回とかだった。タクミシンは何回目だった？ちょっと言ってみるんだっけ。6回目。7回はいかなかった。うまくいけば7回いけそうな感じか。ちょっと無理だったけど。で、あとちょっとメンタルしながら回復していこう。メンタル練習、メンタル練習みたいな感じ。で、これだったらコツだよね。てか赤原、ミートコツ上げちゃったんだよな。いや、コツにしよう。追い打ち。あれ、追い打ちって取んなかったっけ。追い打ち多分相当レベル高いぞ。パワーヒッター取っておこう。パワーちょっとそんなに高くないけど。で、メッタも取るでしょ。で、粘り。追い打ち安っ4で、筋力を取ってパワーをね B に持っていきたい。違う、技術が足んねえじゃん。じゃあいいや。しらすはね全然大丈夫。パワー C だろうと全く問題ない。お待たせいたしました。しらすは赤原が入ってるから割と簡単に取れたね。やっぱ独身術めちゃくちゃ役立つ。スクリュー、ギリギリだった。そしてルナちゃんが投げてるし。闇のお前どうした。でやっぱりね技術足んなくなるね。これバウンサー1枚だったら無理だったね。バウンサー1枚はやっぱ無理だ。というわけでバウンサー絶対2枚入れた方がいいや。分かった、赤原は入れた方がいいですね。あの赤原とルナちゃんのバウンサー2枚、これは絶対入れた方がいいや。バウンサー2枚でこれだったらもうバウンサー1枚だったら絶対技術足んないもん。俺何取ろうとしたんだっけ。あ、そうだ、パワー上げるって言ってたんだ。はい、で走力も上げとくか。まあ、レンジャーが2枚入ってるからね、敏捷ポイントは悪くないはず。だ、もう1個ね、スナイパーが SR がいればねだいぶ違うんだろうけど、これもサクッとで、臨床使っておきますか。もしまともの SR があれば技術相当稼げるんで、もしかしたらそうするとバウンサー1枚でいいかもしれないですね。まあ、ただまともはね、あのちょっと限定キャラっていうか常設じゃないんでちょっとないものねだりにはなってしまいますけど。ツーアウトランナー一塁という場面で岩倉打ちました。これはいい当たり。もうちょっと点が欲しいな。この高校はもうマジで失点しだすか。ゲッ、なぜだ。ここはホームラン打ちたい。もらった。これはいい当たりだ。で、赤原もね試合経験点ボーナスを持ってるんで、あと誰、ちょっと見てみよう。どういうあれだったっけ。赤原これ試合経験点ボーナス持ってます。
これって 10% かな、よくわかんない。あとね、雷ちょっとね何レベルかはわかんないんですけど、45になると試合経験でボーナスつきます。レイリーってどうなの、レイリーは持ってなかったよね、レイリーは試合経験点ボーナスは持ってない。あ、45になれば持ってるわ。45借りたんで持ってます。1,2,3 人。ルナちゃんはさすがに持ってないっしょ。ニトルナちゃん、ニトルナちゃんは持ってないで、まとめてまとまね技術がすげえ稼げるんだけど、レベル20だと技術ボーナス6か。そうだよね、やっぱりまともがもし SR だったらかなりいい選手は作れそうな気はするけど、これはもう使っちゃっていいよね、使っちゃおう、忘れないうちに。で見る、あれもパワーヒッター取ったのか、じゃあいいや、レンタルしよう、無理はしない。でここはレイリーか、ここはルナちゃんか、ルナちゃんあとなんだっけ。どうする、こっちにしとこう。レイリーからコツをもらう。盗塁、今盗塁何レベルでね、ここの騎馬はねマジで鬼門なんだよね。足が速いからちょっと盗塁取ろう。4-2にしよう。でこれも3にしよう。3じゃねえや、2個取って、で足 S いけるんじゃん。ちょっと足の速い選手にしよう。ミート100人にしておく、なんとなく。いや査定だけを考えるんだったら101でいいんですけど、パワチャリに入れるんだったら102にしておいた方がいいですね、パーセンテージが上がるんで。でここは投げました、オッケー。で変化球は狙い目、もう爆速よりは俺変化球の方がいいと思う。これ爆速だけどうまく着弾点があったらこうやってね、初球引っ張ったスタンドに入りました。早かったけど次は分かんないもん。ボールで、この変化球とりあえず、えさっきも爆速だったっけ、投球これから球じゃあ分かんねえや、もう。いやーやっぱ持っていけないよ。でこの爆速もちょっと微妙、今のは微妙。これは出るっしょ。第3球を投げた、本当にもう爆速にばっか投げてくるよね。こっち球中心打った、打ち返した打球は新田掴みました。いやーやべえな。7回の裏レビュー攻撃に入ります。独身術が発動してくれてるから2打点を上げています。第2球、あーヒット、ちょっと今のは反応できない。フォーク狙ってこう。これは投げた、打ちました、行くか、行かない、クリーン点を取ってくれ、とりあえず取らないし、まあいいや。ほんと嫌だ、キバもうマジで全然打てないんだけど、まあ、それでもね試合経験点があるんで100ポイントは超えてますけど、これ何パー、いや無理はしない方向でいこう。さてでまあ、技術精神はまああるけど、ちょっと守備補給はもう少し上げておきたいよね。敏将ちょっと使いすぎた感があるな。まあいいか、他取ってないコツをちょっと見ていきます。特にナスティング、あ速攻がある、取ろう。ここなんていつ取った、まあいいや、回収しとこう。とりあえずコツがあるから。でソウルセミタリアもさすがに全部使ったよね。よし。で試合はあと2試合プラスエピローグ経験点で、今回ルナちゃんもエピローグ経験点くれるんで、しかも敏将多めにくれるんで、そこで敏将ポイントどこまで巻き返せるか。2回の裏エビル攻撃に入ります。この回の先頭バッターは岩倉。どうだ、よし、 OK、 いったエビル、赤月大付属の方が弱いよね。投げました。初球引っ張った。スタンドに入りました。ファー第2球。牙だけ吸収していく奥のって、まあありかもしれない。取りました。これで山根って誰やねんっていう。変わってる、早い。もう降板したのこいつ。怒り。
でここはいや被ろう。もう被った方がね断然打ちやすい。これ思った本当に。スカウトさん評価ちょっと足りてないんだけど、一回走塁やっとく。経験点足んねえし。滅するのはこっちのセリフだ。だってかぶんなくても10ポイントでしょ、ってか40ポイントでしょ、なんかしょぼいよね。だったらっけ3点取れてる。確実に打ちに行きたい。確実に打ちに行きたいとか独身術発動しててこれかよ。エビル追う展開で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場合で、危ね危ね危ね、当たったかと思った。センターフライに倒れています。打った強い当たり、巻き直す。エビル追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で岩倉、意外にコントロール悪いやん。投げました。もう D か、まあまあ第3球を良くはないね。打ちました。痛烈、エビル追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という、はい、これはいい当たりだ。いや絶対被った方がいいよ、被るのおすすめ。いやもうガチで40点もこぼしたくないって言うんだったら、まあそりゃ被らない方がいいけど、被った方が全然楽だよ、あの打つので。1位になりましたと。で残り上司もゲットして、ルナちゃんもエピローグ経験点くれて、打開もくれて、このエンディングもう何回見てんだ俺。最近ね毎回このエンディング。という感じで、まあだいたい1万1000ちょいといったところですね。さてだいぶ経験点があるけど、じゃあオールA とかできる？一応見てくれも気にしよう。よし、でここから特殊能力に振っていく。え、何欲しい？レーザービーム欲しい。結構高いけどね、高いけどレーザービーム欲しい。で守備職人もちょっと欲しい。で精神がだいぶ余ってんね。精神がだいぶ余ってるからチャンスを取ろう。あとは、あ、守備移動欲しいんだよな。最近ちょっと新しく追加された、あ、打開がある。打開取ると守備移動取れる。 B ショップではなくなるわ。これいいよね。だって外野だよ、で走力 S だよ。これで守備移動がさあればさ、なんかもうめっちゃ守備範囲が広い外野が出来上がるんじゃん。ということで取ろう。で、あと、B 賞使わないやつを取っていく。かつ、精神ポイントも使っていく。だ衝撃を取る。一発逆転は重すぎる。じゃあ、窮地を取ろう。あと、じゃあ、競争心も取っていきますか。ラッキーセブン。だったら、リベンジ。帳尻合わせ。どれ？上の方見よう。上の方はもう取れねえか。じゃあ、2だと。これもなんかいいよね。ヒットを打つと投手のスタミナを削るとろうっていう感じかな。これでもう特能はちょっと取れないんで、てか何も取れないもん。投手スタミナで、プロフィール、今さらだけど名前を相談くん。そうで出てくる。そうダン、最初に決めとけよっていう。相談のダンがちげえ。ちょっと待って、もう一回戻ろう。こいつアホだって思われた今。どこだ、あった。相談とか何ダンだよっていう。という感じで、まあ S8、 あとねやっぱりもう一つタックフィニッシュ7回は決めたかったけど、まあただまともがねちょっと R っていうところがやっぱり厳しいところはありましたけど、まあ
かなり強い選手はやっぱり作れますね。で179か179だから180になれば S9 になるよね。まあそういうところで、あとどうだね、基礎能力に結構振ったけど本当に査定にガン振りするんだったら、まあ、もしかしたら SS もいけるかもしれないですけれども、条件突破がちょっと一つだけだとなかなか厳しいかな。なのですげえうまくいって SS が作れるっていう感じにはなろうかと思います。でデッキの編成なんですけれども、最初赤原かやっぱり東雲くんかって悩んだんだけど、これやって分かった、やって分かった、もう途中でも言ってたけど、これ絶対赤原入れた方がいいわ。東雲くんにするとね多分相当厳しいと思うという感じですね。なので、まあ、またね、キャラが揃ってくれば、もっともっと強い選手が作れると思いますので、まあ、あとはそうだね、この手持ちでいくと、そうだね、もうこの手持ちでいくともうこの編成がベストなんじゃないかなと、自分で言うのもなんだけど。であとはまともが PR になることによって、まあ、どれくらい上がるかで、ただごめんなさい、自分はね角ちゃんとか、まあ、そこら辺が PSR なんで、まあ、あの雷もプラゴで試合経験点ボーナスついてるしみたいなのがあるんで、ちょっと、まあ、どうなるかは分かんないけど、多分でも S6 くらいは割と安定して作れると思います。まあ、そんな感じで、今回のデッキ相談は終了したいと思います。でね、ちょっとこの手札だとね、投手はなかなか厳しいかもしれないですね。また例によって角ちゃん入れてコントロール条件アップ、二刀流ルナちゃん入れるでしょう。で他だって誰いるの、アンドロメダアラシマルか怒り守るくんか、てか SR 全部入れてそれか。いや当初はねもうちょっと手札が揃ってから、着手した方がいいと思います。とりあえずこの編成で、まあ、強い選手を作りながら、まあ、ちょっとずつね手札が揃ってくるのを待って、一人強キャラが出てくれれば、まあ、あの投手に着手してもいいと思います。今の手札だとちょっと厳しい印象がありますので、野手をメインに、まあ、パワチャレをね、揃えていただければと思います。まあ、こんなところで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。またね、質問等あればコメント等でいただければ、こういう形でお答え していこうと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。